はい、えー。ウズウズカレッジインフラエンジニアコース、ネットワーク講座。えー、今回はですね、OSI 参照モデルというですね、まあネットワークの学習をする中で、まあ特に重要な概念について説明していきたいと思います。でね、えー、まずはプロトコルという話をしていきますで。プロトコルっていうのはですね、はい、通信におけるルールのことですと。うん。でね、まあここにね、ちょっと、えー、ピッチャーとキャッチャーがいると。でね、 まあ、この二人なんですけど、えー、まあ、片方はフォーク投げるぞと。片方はストレートが来るだろうと。こういう状態でね、じゃあ、投球開始ってなったら、うん、ありゃっていう感じで、まあ、投球を受けることはできないですよね。はい。でね、えー、これ、ネットワークにおいても、まあ、同じことが起きまして、えー、片方、送信側はこういうルールで送信しようと。えー、受信側は受信側で、こういうルールで受信しようと。 まあこれをね、認識が違っていると、まあ、データをね、うまく伝送することができないんですね。はい。でね、やっぱり送信側と受信側はね、同じ共通認識っていうのが必要で、まあ、共通のルールで送受信をする必要がありまして、ね、この共通ルールたるものがプロトコルですね。はい。送信側と受信側で同一のプロトコルでなければデータソーはうまくいかないということですと。 でですね、この送信と受信、この間にはですね、まあいろんな出来事があるわけですけど、まあかなりのね、プロトコルが存在します。まあ、例えば、このね、文字をバイナリーに変換するためのプロトコルとか、またはね、この電気信号を送るためには、えー、じゃあ例えばじゃあこのケーブルは何メートルにしなければいけないみたいな、まあそんなプロトコルとかね、まあとにかくね、すごい量のプロトコルがあるんですよ。でね、 こういうふうにして、まあ、プロトコルっていうのは、まあ、たくさんあるものなんですね。えー、でねこうした、えー、たくさんあるプロトコルを役割ごとに、えー、整理して、えー、集めた、えー。こういったものをね、プロトコルスタック、ね。プロトコルのまとまりをプロトコルスタック。あるいはネットワークアーキテクチャ。まあ、あるいはですね、プロトコルスイートなんて、えー、呼ばれますね。はい。これね、すごい大事な言葉なんで覚えてください。はい。でですね、えー、かつて、 その昔ですね、まあそのネットワークっていうのが出て始めた頃ですね、えー、各メーカー、PC のメーカー、えー、機器のメーカーっていうのはですね、自社製品同士でしか使用できない、まあそういうね、ネットワークに関するプロトコルスタックを作ってたんですよ。まあ現代でもですね、えー、まあ Apple 社ですよね。あそこは自分たちの機材でしか使えないようなアクセサリーばっか作ってますよね。はい。昔はですね、もう各メーカーがもう全員そういうことをしてたんですよ。 そうすると、A 社製の PC でネットワークを作るんだったら、もう A 社製しか使えないし、B 社製しか使えない、C 社製しか使えない。そして、A 社と B 社の間、あるいは BC、CA、これ誤解性がないと。つな繋げないと。なんで非常に不便だったんですね。はい。で、えっ、ー、と、もうネットワークを構築するんだったら、同一メーカーに、えー、統一するしかないと。まあ非常に厄介。でね。 まあそういった状況を打破するために生まれたのが、ね、この OSI 参照モデルというもので、まあ異なる機種間でも通信できる世界標準のプロトコルスタックですと。まあね、こいつがどんどん浸透していくことで、ね、もうそれぞれの会社で独自のルールを作るのやめようよと、ね、社会の発展、IT の発展、まあいろいろ妨げているよと、ね、まあそんな感じで、まあ徐々に、えー、ね、まあ自分たちのルールを作るのをやめていったんですね。 そうすると、まあ、このね、OSI 参照モデルをみんな取り入れていってお、徐々に A 社と B 社と C 社、ね、違った機種でも通信できるようになっていったと。まあそういうふうにし特にネットワーク界隈をね、明るく照らした救世主ですね。はい。まあね、えー、その結末としては、まあ、この OSI 参照モデル、最終的にはね、えー、流行りきらなかったんですけど、はい、まあその話はね、後日談として。 まあ、後のね、講座でやっていきますんで、えー、まあ、お楽しみにと。はい。でね、まあ、この、えー、OSI 参照モデル。この OSI は、えー、ープンシステムスインターコネクションの略ですと。はい。まあ、開放型システム相互接続っていう意味合いで、まあ、えー、心をオープンにして、みんなでつながり合おうぜっていう意味合いですね。はい。まあ、ちょっと違いますけど、そんなイメージで OK です。 はいでねえー、この OSI 参照モデルを作ったのが ISO という団体ですインターナショナル・オ、えーガナイゼーション・ s t a スタンダーディゼーション国際標準化機構といった方が、まあえー、馴染みあるかなと思いますこの ISO ですね、えーまあ、このネットワークに関するルール以外にも、まあ、いろんな、ね、国際的なルールを作っていますなので、まあ、かなり社会あるいは技術の発展に寄与している、まあ、そういう団体だと思ってください、はい では、次行きましょう。でね、えー、じゃあ具体的に OSI 参照モデルの説明に入っていきたいんですけど、えー、まずはですね、この OSI 参照モデル、通信にまつわるすべてのプロトコルを、はい、7階層に分解しています。これ一つのポイントですね。はい。で、階層っていうふうに言ってるんですけど、まあ、えー、本当に、えー、なんか高さがあるイメージ。うん、でね、まあ、この階層なんですけど、 えまず、えー、呼び名として、えー、レイヤーっていう形をします。一番下がレイヤー1、えー、2番目がレイヤー2、レイヤー3、レイヤー4、5、6、7と。まあ、あるいはね、えー、略して、L1、L2、L3、L4、L5、L6、L7 と。まあ、こんな呼び方もしますね。はい。でね、まあ、この7つのレイヤーに分けて、まあ、いろんなその役割ごとに、まあ、プロトコルをまとめてるわけですね。 でねまあ、こういうふうにして切り分けておくこと階層、えー、化していくこと、えー、これって、ね、すごく大切なことで、えー、例えばじゃあ L2 で何かしらの、まあ、エラーが発生したと、まあ、こういう時はですね、まあ、これアマタあるルールの中で、まあ、領域の中で、えーまあ、L134567 これらは正常で2だけがダメだってことが分かりますよねなのでまず把握とかに便利ですね であとは、えー、じゃあここでダメだったプロトコルを取り替えようっていうときも、もうその例の、えー、よろしくないプロトコルだけを取り替えれば、えー、それで済むと、ね。他への影響が少ないんですね。はい。なんでね、まあ、役割分担しておくとね、いろいろと、えーまあ、メリットがあるということを、えーまあ、理解しておいてください。はい。では次いきましょう。はい。えー、続きましてですね、 データが送信されて受信されるまでの、この間の間、一体どういうことが起きてるのかっていうのをね、理解するために、リアルベースでの手紙を書いて、送って、そして届くまで、こいつを一緒に取っていきましょう。で、まずはですね、まあじゃあ、ボーロちゃんを欲しいなと思っている、まあ、そういうワンちゃんがいるとして、じゃあ手紙で伝えようと。そして、じゃあ、便箋を取り出してきて手紙を書き始めると。で、えー、次、手紙を書いたら封筒に入れますと。 まあ紙のまんまでは送ってもらえないので、まあ、しっかりとこういったね、積、え、む、ー、ものに入れておくと。で、えー、続いて、まあ、この封筒に宛先を書いて、あとはね切手を貼っ,てくれ貼っておかないと送ってもらえないんで、切手も貼っておくと。うん、で、続いて、この手紙ができたら、じゃあ、郵便局に行きまして、まあ、そこでね、まあ、早く安全に届けられる、まあ、そんなプランでお願いしますというふうにして、まあ、受付の人に言うと。 そうするとね、裏側では速達で、また安全に届けられるような、まあそういう、えー、なんか通達がいくと。ほい。で、続いてですね、まあ、ワンちゃんの視界、えー、に入っている情報はもうこれで終わりで、まあ、続いてね、まあ、郵便局側での動作になるんですけど、じゃあ、ね、このね、封筒の宛先になっている郵便局、ここまでに、まあ一体どういうルートで行けば、まあ一番早く、えー、着くかなっていうのをう考えると。 でね、導き出すと。じゃあ,あ、この倉庫 A とこの倉庫 B を経由して行くのが一番早そうだなっていうふうにして、まあ、経路を確定させると。ほんだら、まあ、次にですね、えー、拠点間を最適な手段で各、えー、拠点間を、えー、移動していくと。はい。なんでね、まあ、くねくね道が多いところっていうのは、まあ普通のトラックで行きまして、で、えー、続いてね、もうちょっとここは、 海が離れとると。国が離れとると。じゃあ、えー、飛行機を使ってビューンと飛んでいくと。で、えー、続いて、まあ、ここの間はまあ、っすぐの、まあ、高速道路みたいな感じかな。高速道路があったら、じゃあ、えーと、長距離トラックを手配して、そいつに頼むと。ビューンと。そしてようやくたど、えー、り着きまして、で、た、え、ど、ー、り着いたら、この郵便局の人が、えー、その封筒に書かれた住所に対して、 わーっと向かっていって、でね、トントン、こんにちはって言って、お届け物ですと、手紙を渡すと。で、これでようやく、こっちのね、受信側は受け取りまして、そして、ユーザーは、その中身を、封筒を、えー、まあ、開いて読み取ると。ほんで、ようやく、このデータを受け取ったユーザーがアクションをすると。こんな流れですよね。はい。でね、 この手紙が、えー、送信されて受信されるまで流れとデータが送信されてから受信されるまで結構似てまして、ほいと。ね、じゃあ今度はメールで考えてみましょう。メール。でね、じゃあメールのアプリケーション、Gmail とか何でもいいんですけど、を想像していただいて、でね、じゃあ、えー、ボーロちゃんが欲しいワンちゃんがこのメールを送ろうと思うと。ほんだら、メールのアプリケーションを立ち上げて、そしてね、まあ、ボーロちゃんをよこせと。 いう,ふうなメッセージを書いて、えー、送信ボタンをポチッと押すと。今度のですね、まあ、このボールをよこせっていうね入力したメッセージが二、えー、進数、えー、バイナリーデータ、こいつに、ね、変換されまして、次にですね、はい、相手先アプリとの接続を開始すると。まあね、メールを送った際に、ね、よく相手先に届かなくて、えー、なんか送れませんでしたみたいな、まあ、そういうメッセージ返ってくることありますよね。まあ、あれをやると。 要するに、相手先はいるかなっていうのを、相手先のアプリケーションに確認しに行くわけですよね。いますかと。ほんだら、いますよって書いてくると。ほんだら、よしよし、送る準備ができたな。ということで、いよいよ送り始めると。でね、この送り始める前に、まず、えーまあ、なんていうか、確認がありまして、それがですね、データを確実に届けるための仕組みを用意すると。で、これはイメージ的にはですね、えーまあ、さっきのね、 速達でいくのかみたいな話と似ていてデータを速さ重視で送るのかあるいは劣化しないような品質重視で送るのかみたいなのを決める、まあ、そんなイメージを持ってくださいでね、まあ、どういう方向性でこの送るのかっていうのが決まったら次にですねはいこのワンちゃんの PC このワンちゃんの PC から相手方の PC 送信先の PC ここまでにどういうルートをたどっていけばいいのかなっていうのを、まあ、把握すると。ね、この、ね、間はネットワークの海が広がってるわけですよね。でネットワークっていうのは、まあ、要はノードの塊ですよね。ノードの集まり。なんでね、どういうルートで、どういうノードを経路していけば早いのかなっていうのを考えるわけですね。で、それがよしよし、このルートでいこうっていうのが決まったら次にですね、まあ、そのバイナリーデータを電気信号に変換して そして、えー、次のノードへと送り届けると。でね、まあ、この間はですね、えー、結構、じゃあ次のノードとの間は、えー、こういうね、乱線、動線が引っ張ってあると。まあ、こういうことを理解していれば、じゃあその動線に、えー、適した形で送ろうね、と。で、次のノードを考えるわけですよ。えー、このノードまでは、じゃあ、えー、Wi-Fi、電波。 電波でしか届けられない。じゃあ電波の形で送り届けようねと。でね、まあ、次にここのノードとこのノードの間が光通信できるような状況であれば、じゃあ今度は情報をこう光信号に変えてわーっと送り届けると。うん、で、えー、宛先ノードにこのね、送信先の PC にデータが届けられたら、じゃあ次はですね、この、えー、今回はじゃあ安全重視の通信だったとしましょうと。 ほんだら、もう絶対データかけたらダメですよね。でね、えー、じゃあチェックするわけですよ。ちゃんと安全性を守って、品質の良いデータ届けられてるかなと。ほんだら、うんうん、特に欠損もなさそうだなと。でね、まあ、ここでもう確認 OK だったら、じゃあ次に。今度はですね、この送信先のアプリケーションが、えー、送信元のアプリケーションに対して、ねえー、届きましたよってことを教えてあげると。 これでね、まあ、一旦の通信は終わりまして、であとは、えー、受け取ったバイナリーデータを、えー、まあ、暴露よこせっていうね、文字に、まあ、複合化、えー、デコードしてあげまして、えー、それでようやくユーザーを見ることができると。うん。ね、まあ、ユーザーはそれを読んだら、あ、暴露買いに行かなきゃっていうふうにして、財布を取り出すという流れですね。はい。でね、まあ、この図を見ていただいて、まあ、わかるかなと思うんですけど、結構、この階層ごと、 横横で考えてることに通ってませんかね横横特にこの送信データを作って送信するまでの流れと受信準備をして受信してからこのユーザーに見えるようにするまでの流れこの辺ね、まあ、順方向と逆方向ではあるんですけど、まあ、横横では考えてること,と一緒ですよね、はい、メールを書くメールを読むこれっていうのはユーザーのアプリケーションの操作に関するところですね情報ですね で、えー、文書データが二、えー、進出データ、バイナリーデータに変換される。えーまあ、バイナリーデータを文書データに変換する。まあ、これっていうのはエンコード・デコードっていう、まあ、えー、なんていうか、コンピューターの世界とユーザーの、えー、人間の世界、まあ。この間の変換の話ですよね。人、え、のー、接続を開始する。愛さきアプリとの接続を確認すると。うん。ここっていうのは、まあ、確認作業のとこですよね。ねちゃんと通信できるかなっていう。 で次に、データを届けるための仕組みを用意する、確認する。まあ、これっていうのは、通信の規格、方向性っていうのを決めるっていうね、まあ、そういうレベルの話をしてますよね。うん、え続いて、ここではですね、まあ、送信元の PC から、厚先の PC まで、どういうルートを通っていこうかなっていう話をしていると。で、えー、次に、その下ではですね、 まあここは各ノード別になるんですけど、こことここの濃度ではどういうふうな送信方法を取ろうかなとそれというのをそれぞれで考えていると。で、さらにその下のこのピンクのところでは具体的にねどういう手段で送られるのかっていう話をしてますよね。はい。まあ、導線なのか電波なのか光ケーブルなのかあるいは電気信号の形で送るのかとか 電波なのか光信号の形で送るのかとか、まあ、そういった、ね、話をしてますよと、はい、こういうふうにです、ねえー、通信の一連の流れをです、ねまあ、各レベル別というか、えー、考えるべきこと別に分けたというのがです、ねほいえー、この OSI 参照モデルってやつでして、えーまあ、レイヤー1からいきましょうか、はい、レイヤー1はです、ねえー、物理層と言われてまして まあここではですね、まあ、具体的にどういう手段で連想するのかっていうことに関するルールを取りまとめている。プロトコルを取りまとめている。まあ、そういうゾーンですね。レイヤーですね。はい。で次にレイヤー2、えー。これはですね、データリンク層と言われてまして、えー、このノード間、えー、これ、各ノード間で、まあ具体あのー、ルールが変わってくるわけですよね。はい、普通の導線だったらこういうルール、えー。無線だったらこういうルール。光通信だったらこういうルールとか。 各ノード別にどういうふうに伝送しようねっていうルールを決めているのがこのデータリンク層ですねで次にレイヤー3ネットワーク層ここではですね、まあ、送信元から送信先までの間に、まあ、いくつかノードをまたぐわけですけど、まあ、どういうふうなルートでいこうかなっていう部分について決める、まあ、そういったプロトコルが定義されているとでレイヤー4をトランスポート層と トランスポート層はですね、まあ、どういったルールでこっからここまで送ろうかなっていうことに関するルール、プロトコルが取り決められると。で、セッション層というのはですね、このアプリケーション同士。アプリケーション同士の接続に関するルール、プロトコルを決めると。で、プレゼンテーション層。これはですね、まあ、コンピューターの世界と人間の世界の間の部分ですね。 はいえー、具体的に文字をバイナリーに、バイナリーを文字にっていう部分とか、まあ、その辺の、ね、ユーザーに見せるデータに関する、まあ、変換にまつわるところのルールを決めている、プロトコルを決めている、まあ、そういう場所ですね。で最後に、レイヤー7、アプリケーション層。まあ、これは具体的にこうアプリケーション内の,それの連携についてのプロトコルを決めていると。はい